今週は待望の今シーズン第1号が2本も一挙お届けします。ドラゴン、まずは木曜日、待望の一発を見せてくれたのはビシエド選手でした。球団通算5000勝目を飾るメモリアルアーチとなりました。続いて土曜日、初回からドームを熱く盛り上げたのは福永選手。33試合目にして待望の第1号。ガールズシリーズでピンクに染まったバンテリンドームは黄色い声援に包まれました。交流戦も今週で最後、連勝を目指して頑張れ。